今日は庄内町で話題の沖縄そばに行ってみます。立ち屋沢川沿いの清川から月山に向かう道、気持ちいいんですよね。高まる。立ち屋沢公民館が今回の沖縄そばのあれ完売シャーク、限定60食の沖縄そばがこちらでございます。日曜日の11時開店だそうなので、そこを狙って行くべきですね。帰りは鳥海山に向かって走っていきます。刈川にある面白自販機、通称黒熊ベンディングで50円コーヒーと懐かしいアンバサをゲットして帰りたいと思います。次回こそ沖縄そば待ってろよ。